今日も学校終わった。数学の授業疲れたなあ。炭治郎、一緒に帰ろうよ。うん、善逸、一緒に帰ろう。今日も学校面白かったな。ああ、僕は学校疲れちゃったよ。炭治郎、善逸、気をつけて帰るんだぞ。あ、煉獄先生だ、さようなら。煉獄先生、さようなら。気をつけてな。煉獄先生ってかっこいいよな。俺煉獄先生に憧れちゃう。炭治郎、煉獄先生のこと大好きだよね。確かに、煉獄先生の歴史の授業はすごく楽しいけど、でも時々暑すぎる時がある気がする。暑い男、煉獄先生、かっこいいじゃないか。そうかなあ。あ、先生といえばこんな噂知ってる？何何？実は富岡先生と鬼滅学園のマドンナ胡蝶しのぶさんが付き合ってるっていう噂があるんだ。そんなことないだろう。富岡先生は超真面目な体育の先生だし、胡蝶しのぶさんって生徒会長で成績も優秀で体育もできちゃう、何でもできる高嶺の花だろう。そんな真面目な二人が先生と生徒で付き合うはずなんてないだろう。まあそれもそうなんだけど、でもいろんな噂があるんだよ。二人が付き合ってるとか、二人が休みの日にデートしてたとか。噂話に耳を傾けるなんて暇な証拠だぞ。鍛錬が足りないな善逸。今日はうちに帰って宿題を済ませた後に一緒に剣の修行だ。さ、急ぐぞ。修行、宿題、やだやだ。今日は炭治郎の家でねずこちゃんと一緒にお菓子を食べながらゲームしたいな。ダメだ。宿題がまず最初。そして鍛錬のために剣術を学ぶぞ。ふぅ、暑い。煉獄先生みたい。いいから帰るぞ。あ、炭治郎見て見て。噂をすれば、生徒会長で優秀で美人で、超真面目な胡蝶しのぶさんだ。本当だ。間近で見るとすごく綺麗だな。あ、炭治郎見て見て。その隣に、富岡先生だ。ねえ炭治郎、やっぱりあの二人の噂って本当だったんだよ。そんなことあるわけないとは思うけど、なんだかあの二人とってもいい雰囲気だな。でしょでしょ、やっぱりあの噂本当なんだって。でも富岡先生に限ってそんなこと。ねえ炭治郎、ここで二人の様子ちょっと覗いてみようよ。覗く？なんだかそれていけないことをしているような気がするような。でもあの二人が付き合ってたら止めなきゃいけないでしょ。先生と生徒がもいけないから、その二人の愛の暴走無限列車を止めるために俺たちはここでしっかり見張るんだ。愛の暴走無限列車って何言ってるんだ善逸。いいからいいから、ちょっとこの電柱に隠れて二人の様子を伺ってよ。富岡先生、こんなところに私を呼び出して何のご用ですか？もしかして富岡先生暇なんですか？一人でお昼ご飯食べてますもんね。ぼっちですもんね。暇なんですよね。俺はぼっちじゃない。そして暇でもない。胡蝶しのぶ、お前に話があるんだ。何ですか？私生徒会で忙しいんです。しかもこんなところ誰かに見られたら噂されちゃいますよ。噂？富岡先生知らないんですか？私たちの噂。なんだ噂って？私たちが付き合ってるかもしれないっていう噂です。バカな、そんな噂が、なぜそんな、そんな噂が。富岡先生、さっきからそんなしか言ってませんよ。とにかく噂は噂だ。事実とは異なる。そうですね。でもその噂、ちょっと本当になったらいいな、なんて。何か言ったか、校長。小さい声で聞こえなかった。なんでもないですよ、富岡先生。そういうところですよ。なんかあの二人、いい感じだね。付き合ってはいないみたいだけど、いい雰囲気。富岡先生も忍さんも、お互いのこと好きなのかな。もうちょっと、あの二人を見守ってみよう。ところで、私はどうして呼び出されたんでしょう、富岡先生。私も暇じゃないので。そうだな。悪かった。呼び出したのは、今度の体育祭の話だ。今度の体育祭で誰かに応援団長をやってもらいたいんだか、胡蝶にやってもらいたいと思ってな。まあ、
私が応援団長を？どうして私を推薦するんですか？それは、俺が胡蝶に応援団長として応援されたら、すごい嬉しくて、体育祭を張り切って頑張って大活躍できそうだなと思ったからだ。え？私に応援されると、富岡先生は頑張って張り切って大活躍しちゃうんですか？ああ、なんだかそんな気がするんだ。おかしいか？いえ、それって富岡先生、私のことが。何やら忍さんだけじゃなくて、富岡先生も忍さんのことを好きみたいだね。ああ、だけど富岡先生って、自分の気持ちに鈍いっていうか、恋愛ごとに鈍いっていうか、そういう感じだから、自分の気持ちに気づいてなさそうだな。富岡先生が大活躍するんでしたら、私、応援団長やってみます。ありがとう、胡蝶。生徒会でも忙しいのに悪いな。いえ。胡蝶の応援団長姿楽しみだ。俺が一生懸命鉢巻きを作ってやろう。え、富岡先生が鉢巻きを作ってくださるんですか？ああ、俺からのプレゼントだ。これから作るから、ちょっと待っててくれ。よし、職員室に戻って鉢巻き作りだ。あ、富岡先生。富岡先生、私のために鉢巻き作ってくれるんですね。応援団長、一生懸命やろうと。さあ、私も生徒会があるので、急がなくては。なんかあの二人、すごくいい感じだったね。お互い好きなのかな？でも、なんだか爽やかな感じでいい恋愛って感じだったね。そうだね。富岡さんと忍さん、義牛のカップル。このカップルのことが好きっていう人は、グッドボタンを押してね。わー、グッド押してる人たくさんいるな。義牛のカップル人気だね。ジェンネズカップルも人気だったりして、グフフ。ネズコはまだやらないぞ、善逸。ごめんなさい、お兄さん。みんなは、鬼滅のカップルでどのカップルが好きかな？好きなカップルの名前をコメント欄に書いて教えてくれると嬉しいな。また別の動画でみんなに会えるのを楽しみにしてるよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画